アンドレ・タイラー・イグダーラは、アメリカ合衆国入りの異衆、スプリングフィールド出身のバスケットボール選手。NBA のマイアミヒートに所属している。身長198センチメートル、体重94キログラム。ポジションは主に、シューティングガード。相性は、イギー、または、アレン・アイ・バーソンが、AI と呼ばれていたことから、ザーザー AI と呼ばれることもある。日本では、 イグドラと表記される場合もある。イグドラは、ナイジェリア人移民の子であり、イリノイ州、スプリングフィールドで生まれた。地元のランフィアー高校に進学し、3年生時には、チームを、州のチャンピオンへと導き、シカゴサンタイムズのプレイヤー・オブ・ザ・イヤーに、選出されている。その後アリゾナ大学に進学。花々しい活躍を見せ、パシフィック10カンファレンスのフレッシュマンファーストチームに、 選出された。さらにジェイソン・キッド以来、パック -10 カンファレンス史上二人目となるシーズン3回のトリプルダブルを記録している。シクサーズ時代在学中にアーリーエントリー。2004年の NBA ドラフトで、フィラデルフィアセブンティ・シクサーズから全体9位指名を受け、NBA 入りした。この時、ESPN パーソナリティのディック・ビテールは、 3ポイント、成功率の低い彼を指名したのは失敗であろうと発言した。これを見返すかのように、イグドラは花々しいデビューを飾った。ルーキーイヤーとなった2004から05シーズン、いきなり全82試合に出場し、高い身体能力を駆使したダンクシュートと必要なディフェンスで1試合平均9得点、5.7リバウンドで、 シクサーズの2年ぶりのプレイオフ進出に大きく貢献した。特にアレガイバーソンとのバックコートコンビはファンを沸かせた。2005年の2月までは背番号が4番であったが、同チームのクリス・ウェバーが加入したことで、彼にその番号を譲り背番号を9番に変えた経緯がある。2年目の2005から06シーズン、特筆すべきは彼のフィールドゴール成功率であった。 アウトサイドからのシュートが多いガードのポジションでありながら50%の成功率を誇った。また NBA オールスターウィークエンドに行われたルーキーチャレンジの2年目チームで出場し30得点を上げる活躍を見せ MVP を受賞した。スラムダンクコンテストにも出場し優勝こそしなかったもののリングの斜め後方から助走しバックボード裏側にアテトスされたボールを空中で つかみそのままダンクするという極めて高度でユニークな技を決めた。2006から07シーズン途中、長年エースとして活躍したアイバーソンがデンバーナゲッツに連撃移籍し、一役チームの中心選手となった。攻守で活躍し、平均18.2得点、5.7アシストと飛躍的な向上を見せた。翌2007から08シーズン、 チームは序盤で遅れ、全評判低かったものの、後半戦では最後の29試合で22勝し終わってみれば、プレイオフ進出を果たした。プレイオフでは、デトロイトピストンズ相手にゲーム6まで粘り、チームのエースとして文句ない活躍を見せた。2008年オフには、6年8000万ドルの契約を結んだ。さらに、 ロサンゼルスクリッパーズからエルトンブランドを迎え入れ一気に東の競合へと名乗りを上げて2008から09シーズンを迎えた。2011から12シーズンシーズンには初の NBA オールスターに選出された。2012年8月10日トレードでデンバーナゲッツに移籍した。ウォリアーズ時代2013年7月5日ゴールデンステートウォリアーズに移籍した。 これまで全試合にスターターとして出場していたが、2年目の2014から15、シーズンはヘッドコーチがスティーブカーに代わり、シックススマンに転向し、ウォリアーズの快進撃を支えた。チームは2015年 NBA ファイナルに進出し、1勝2敗で迎えた第4戦からスタメンに復帰。するとイグダーラは、レブロン・ジェームズに対する激しいディフェンスで、レブロンをよく抑え、 チームの流れを取り戻しその後3連勝。ウォリアーズの1975年以来のチャンピオンに、貢献、ファイナルでは16.3ポイントを平均で記録、NBA ファイナル MVP に選出された。2017年のファイナルではベンチからキープレイヤーとして、プレー、第5戦では、ベンチスタートながら38分間プレー、ダンクや、 3ポイントなどで20ポイントを上げ、ウォリアーズの優勝決定に貢献した。シーズン終了後の7月1日には、3年4800万ドルで、ウォリアーズと再契約した。2019年6月30日に、メンフィスグリズリーズへ、トレードされたが、優勝を狙えるチームでプレーすることを望むイグダーラは、再建中のグリズリーズでプレーすることを望まず、 クリズリーズのフロントの合意の下で、チームには帯同せず独自のワークアウトを行い、2020年2月6日、マイアミヒート、ミネソタティンバーウルグズとの三角トレードで、ジェイクローダー、ソロモンヒルと共にヒートに移籍し、直後にヒートと2年3000万ドルで契約延長した。2010年8月、トルコで行われた世界選手権にアメリカ代表として出場。イグドラは、 全試合先発出場し、金メダル獲得に貢献した。NBA デビューから身体能力、体力を活かし、安定したディフェンスと堅実なオフェンスでスターターとして定着し、キャリア平均でも35分以上の出場を果たす、タフな選手の典型と言える。ダンクシュートの成功数がガードとしては多く、フィニッシュパターンとしてダンクを多用している。 シーズン平均で15得点をリバウンド5アシスト以上の記録を何度も達成したオールラウンドプレイヤーだが得点では突出したスタッツは残していない。一方ディフェンスの方はその強靭な肉体を生かした力強いディフェンスを持ち味としている。ポストアップを仕掛けられても押し負けないだけの強さを誇っておりディフェンシブチーム選出からもリーグでも屈指のディフェンダーであることが伺える。 ディフェンスでも決して手を抜かず、攻守にわたり、献身的にコートを走り回る点でも従来から評価が高かったが、シックスマン転校後に特に際立ち、スターター以外での初のファイナル MVP 獲得で、それを証明した。ありがとうございます。